久保さん。まあ確かに日本に属してますね。てか日本に属してなかったらこの動画流暢に撮れないですからね。うん、まあウクライナに住んでたら今はもう無理ですね。うん。まああの、属してるようで属してないっていうね。何なんですかね。まあ結局属したから稼げるかって言われると、まあ稼げないですから、一人でやらないといけないですからね。 一人でやってるんだけど、見てくれる人がいる、買ってくれる人がいるから、まあ収益が上がる。これはまあ自分で商品作って売らなくても、アフリエイトだったとしても、ブログ、アフリエイト、ブログにアクセスが全くなかったら、見てくれる人がいなかったら、そもそもアフリ放フ射上がらないですからね。うん、だから結局、そのお金って人がいなければ回らないっていうことですよね。うん。まあ今回キーだからねち 地球の地にしましょうか地球の地地地地あの何、ー、だ地って地って土地球の地球地球地その土地のこと地地か。 あのー、僕もね土台を上を見なんか坂本九さんの「上を向いて歩こう」ってあるじゃないですか僕は「下を固めよう」っていうねこう新しくないですか「上を向いて歩こう」ではなく「下を固めよう」っていう <laughs> まあ正直その自分の暮らしをこう自由に生きていくのであるならば上を向く必要はなくて、えー、下を固めようっていう。 下を固めるだけ。まあ、久保さんが言ってた基本をやるだけで別に稼げます。で、なんで基本をやるだけで稼げるかっていうと、基本や、こう、基本をやってる人は少ないんですよ。ね。愚直に基本をね。だから信頼獲得するのって難しいじゃないですか。お客さんから信頼される。でも、毎日 YouTube 発信してたら信頼得られますよ。でもこれ毎日 YouTube 投稿するとかね、みんなできないんですよ。まあ、ちょっとやっててもね、 2年後いなくなってるとかね。2年後更新止まるとか。まあ更新マジ,マジで止まりますから大丈夫です。<laughs> 有名 YouTuber でも止まりますからね。だからほんとね、ヒカキンさんとかやっぱすごいなと思いますよね。やっぱりぐちょっくですよね。<laughs> だから本当一部ですよ。マジで一部しかあの残んないんで続けないですから。結局もうやめますみたいになるんで。うん、100万人いてもやめますになりますからね。 だからね、あの、基本やっときゃいいっすよ。だから、字を固めろってね。上を,上を向かなくても、下を固める、字を固めるだけで、あの、まあで、大丈夫だよって話ですね。愚直にできるかどうかですね。はい。いってらっしゃい。